はい、どうも、アメケツマチでございます。というわけで、乃木坂駅周辺に来てるんですけども、今回はですね、出張ラーメン部ということでね、乃木坂に来たならここへ行こうということで、ラーメン丸彦に行ってきたいと思います。ここはね、江藤美沙さんが、番組で紹介したお店でね、今となってはもう聖地になってるので、ちょっとぜひね、行ってみたいなと思ってたんでね、行こうと思います。では、いただきます。はい、というわけで食べてきました。いやー、もうね、店内の BGM がずっと乃木坂っていうのもテンション上がりましたし、サインだったりね、もう聖地という言わんばかりの、たくさん飾ってあって、やっぱり乃木坂ファンは一回行くべきだなと思いましたけども、ミサ先輩セットということで、味噌ラーメンにからし高菜ご飯ですね、そのセットでしたけど、とても美味しくいただきました。中太麺のストレートタイプの麺がね、とても美味しくて、で味噌も癖になるというかね、そんな感じがしました。でね、からし高菜も、ちょうどいい辛さと、ご飯っていうね、で味噌とね合うんで、締めにめちゃめちゃぴったりだなという気がしましたね。はい、そんな感じでした。自分の他にもね、乃木坂ファンの方がたくさん、いて、ちょっと親近感が湧いたというかね、本当に聖地になってるんだなという気がしました。はい、というわけで新潟以外のラーメン回るのはあんまりないんでね、ちょっと久しぶりにいい経験ができたかなと思います。乃木坂ファンならぜひ一度は行ってみるのもいいんじゃないでしょうか。というわけで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ごちそうさまでした。動画見ていただきありがとうございます。概要欄の中から他の動画もぜひご覧ください。チャンネル登録お願いします。ゲーム実況もやってますので、そちらもぜひ。それではまたお会いしましょう。バイバイ。